はい、沖縄の、ですね、お土産の紹介になります。これは自分のお土産になりますので、ただの紹介ですね。趣味ですね、これは。はい、まず、カラカサですかね、この帽子。これのマグネットついたやつ。はい、これをですね、冷蔵庫にあって、いつでも沖縄を思い出せれるようにというふうに買ってきました。これが確か、700円ぐらいしたんですね、これ。発泡スチロールですけど、なかなかいいですね、これ。はい、それから第2弾、これですね。これは、こういうやつですね。シーサーと、女の子と、なんか、ジンメザメかな魚、沖縄。このステッカーかなりお気に入っております。はい。で、あとは、このステッカーですね。このステッカーじゃない、これ。マグネットですね、全部。ハイサイ、チバリオ、ハイサイ、ランクルナイサー、これ390円でした。これは結構僕はお気に入りですね。字と、この字が、なんていうんですか、この文字が好きですね。はい。で、あとは、よいしょ、シーサーですね。はい。こういうシーサーを買ってきました。これは整体院の、スピーカーの上に置いて、飾っとく、守り神です。はい。さらに、いつでもですね、沖縄を感じられるようにですね、こういう、ハイビスカスの花の、こういう、ほんと髪飾りらしいんですけど、これをですね、スピーカーのところに置いて、これをちょっと見ながら施術することで沖縄を感じられるという。こういったものをお土産に買ってきました。あとは、これですね、これ。アロハシャツ。一緒に行っていただいた、センスのいい方にですね、こうやって、浅井くんにはこれがいいよって言って、選んでもらいました。これかなりお気に入りです。で、さらにもう一つ、アロハシャツ。これですね。はい。これをですね、セールでめちゃくちゃ安かったんですね。一着1000円、センスちょいで買えたんですけど、かなりお気に入りです。これからどんどん着ていこうかな。さらにですね、これはですね、本当に一目惚れしたいいやつだなと思って、ハート型のですね、こういう店先に飾ってあった、これが欲しいって言ったら、これ、あ、じゃあこれ売り物ですかって言ったら、売り物だっていう話だったんで、でもこの飾ってるやつが欲しいっていうので、いくらでもいいって言ったんで、まあ、1000円でこれ売ってもらったんですが、これはですね、その辺に置いといて、これがくるくる回るような感じのものなので、施術中に、まあ、自分が見れるように。という意味でですね、買いました。はい。以上が、僕が沖縄で買ってきたお土産のすべてです。はい。ということでですね、沖縄の、また楽しい情報だとか、なんか行った人の話とかいろいろ聞いてみたいと思うので、またご協力をお願いします。また、9月にもしかしたらフィリピンへ行く可能性が出てきておりますので、フィリピン情報のたくさんお持ちの方は、フィリピンの、内容、ことをですね、いろいろ教えていただけると嬉しく思っております。フィリピンのお土産、フィリピンで遊ぶ場所、楽しい場所、美味しい店だとか、何でしょうね、行ったことがあって、どんなとこ行ったとか、いろんな情報、どんどんお待ちしておりますので、どんな形でも教えてください。よろしくお願いします。はい、本日は、また、生誕野菜、本日も24時間体制でご来園の方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。予約の方お待ちしております。どうも失礼いたします。